御財政の神様、今年1年もあっという間にこのタイミングまで、歩んでまいりました。私たちの日々の歩み、さまざまな心配事や理解できないこと、また悲しみや辛い思いの伴うようなこともありましたが、しかしあなた様が全ての場面において一番良い方法を私たちにお示しくださり、またまだ答えが見えてないものでも導き通してくださってますことを感謝いたします。私たちがこれから捧げる礼拝をあなた様がお受け入れください。また新たな年に向けて新しい希望と、どのようなことがあっても耐え抜く不屈の私たちの精神を聖霊様を通して私どもにお与えください。この礼拝を始めるにあたり、愛するイエス様の御名を通してお祈りいたします。アーメン。それでは最初に捧げ物を持ってお礼拝をさせていただきます。それではお祈りをさせていただきます。愛と恵みに富んでおられる父なる御神様、今捧げ物を持ってあなた様をお礼拝させていただきました。あなた様が喜びのうちにそれぞれの捧げ物をしっかりと受け止めてくださいまして、その身腕に抱えてくださり、それらのものを主のために豊かに用い、ご栄光を表してくださいますようお願いいたします。また、お捧げされましたお一人お一人の上には神様からの天来のお支えがありまして、天の窓を大きく開いて、その方々の必要を十二分に満たしてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖書の朗読をいたします。今朝は新約聖書黙示録14章の6節と7節、黙示録14章の6節7節を拝読いたします。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて、大声で言った。神を恐れ、神に栄光を期せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。アメン。では、賛美歌の238番をもって主を賛美いたしましょう。
それでは三育学院の教授田淵博史先生によって耳にタコという題でお説教をしていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。私母と話してますと、その話も何回も聞いたよって話をですね聞くんです。皆さんそういう経験ないですか？もう何回も聞いたよ、もう分かってるから。でも自分も気づくとですね、何回も同じ話してるんですね。で何回も同じして話してるとだんだん聞いてもらえなくなるっていうですね、残念なことになるわけなんですけれども、ただ私たちですね、聖書の教え、大切な考えの中にも何回も聞いてるんだけどと言いたくなるんだけども、本当にその意味をちゃんと理解してるのというふうに問われた時に、もしかするとそうじゃないのかなと思うようなこともあるんじゃないかな、大切なことがあるんじゃないかなと思いまして、今回は耳にタコ、ね、もう何回も耳にタコができるほど聞いてるよっていう言い方を使いますので、こういったタイトルにさせていただきました。私はその一つが三天使の使命、三天使のメッセージっていうセリフまたは言葉だというふうに思ってるんですね。三天使のメッセージを中心に世の終わりに福音を述べ伝えていくっていう、私たちアドベンチスト教会のこれが中心のスローガンというかテーマなんですけども、三天使のメッセージ、皆さんはい言ってください、1は何ですか、2は何ですか、3は何ですかと言ってスパッと言える人もいますけども、多くの人はもしかしたらスパッと言えないのかもしれませんね。でもそれってちょっと困りますよね。これあなた方の一番大切にしていることですよね。そういった意味でそこら辺のところをですね、そうならないようにですね、今日もう一度改めて確認したいというふうに思いまして、このようにやってまいりました。ヨハネの黙示録はですね、あのイエス様の弟子、いつもそばにいたヨハネさんが書いてるわけですね。でヨハネさんは十二弟子の中でも珍しく寿命を全うした弟子の一人でした。それ以外のお弟子さんはほとんどですね、殉教されてるんですね。でヨハネのこのローヨハネですよね、は少しエピソードを話しますけれども、どこに行っても彼が伝道活動、宣教活動をするとどんどんクリスチャンが増えてしまって、で当時はローマの支配下でありました。ローマの支配下においてローマは彼のその宣教の成功を快く思ってなかったんです。なんとかして彼の活動を、宣教活動を封じたいと思って、もう彼を殺そうということで、運よく彼を捕まえてですよね、もうこれから死刑執行というようなタイミングに臨んでおりました。でどういう死刑かというと、大きな釜に油をたくさん注いで、その油を熱してですよね、ヨハネさんをジョボンとその中に入れて殺そうと。ヨハネの唐揚げですよね、ヨハネの唐揚げがもう少しで実行されそうな時にお釜が割れて油が流れてしまった。なので殺せなかった、どうしましょうということで、もう殺すの難しいから島に流せ、島に流せばもうそこで宣教活動はできなくなるから、もう彼の宣教人生はおしまいだということで島に流されました。一見世の中的には彼の活動はもう全て終わったかというふうに思われましたが、この老ヨハネ、幽閉はされていましたけども、この鉄格子の部屋に別に入れられたわけじゃなくて、その島の中で割と自由に行動することができた、その彼が第7日の聖日を聖なる日にですね、瞑想して礼拝をしている時に与えられた幻がこのヨハネの黙示録なわけですね。ヨハネさんが言っている内容ではなくて、イエス様からのメッセージをこの聖書という形で最後の章として与えられる、その大きな役割を与えられたのがこの老ヨハネ、愛し愛されたこの弟子老ヨハネだったわけです。そういう背景があるわけですね。で、ヨハネの黙示録を読んだことがある方は、獣とかなんか変な得体の知れない動物が出てきたりとか、竜とか獅子とか、なんか口に骨をくわえた熊が出てきたり、これどういう意味なんだろう。普通の人がちょっと読んでも分かりづらいし、これはどうもこのなんていうのかな、聖書の知識がすごくあるオタクっぽい人たちが勉強する書物であって、私たちは関係ないというふうに思ってしまいやすいんですけども、そんなことはありません。まずなぜそのように若干分かりづらい方法で書かれているかというと、ローマの支配下ですので幽閉されてますから、あまりにもこのローマというものを直接的に攻撃する内容だったらそれはもう削除されてしまいます。なので
パッと見わからないんだけれども、象徴的な意味合いを理解して読めば大切な内容がわかるようなメイクになっているということですね。ヨハネの黙示録っていうのは、それが当時の7つの教会にも意味をなすし、私たちの現代においても意味をなすというふうに、または霊的に、予言的にも歴史的にも意味をなすという三つどもえの作りになっているのがヨハネの黙示録というふうに理解していただければというふうに思います。なので大切なことが書いてあるに決まってるんです。皆さん、明日読書感想文が提出日なのに今全く読めてないっていう立場に置かれたことありますか？私はよくそういうのがありました、学生の頃は。よくないですよね。前もってやっておけばいいんですよね。でも前もってできない性格ですね。ギリギリまで。どこ読みますか、本の最初と最後。ちょっと余裕があったら真ん中あたりですよね。最初と最後、なんなら後書きぐらい読んでですよ。後書きを自分があたかも言ってるような感じで書いたりしてですね、ごまかすわけですよね。最初と最後は肝心ですよ。創世記と黙示録、聖書の最初と最後ですから、そこはどうでもいいわけないんですよ。創世記には天地創造6日間の話がありますよね。罪がどのように世界に入ってきたかあって、黙示録がその結末が書いてあるんで決まってるわけなんです、ね、そこのことを私たちは大切に理解する必要があるし、そこに暫定時のメッセージが書かれてあるわけなんです。さて、そのような背景を若干確認した後で、皆さん聖書をお持ちであれば、黙示録の第今日は13章と14章から読み解きながら進んでいきますので、手元に開いたままこの話を聞いて読み進んでいければというふうに思っております。黙示録の13章、まず2頭の獣というものが出てくるんですね。2頭の獣、もうこの話ですね、長年教会にいらっしゃる方はよく聞いたよ、または藤田先生なんかもですね、黙示録やられてるので知ってるっていう方もいれば、初めて聞く方は何の話なんだろうっていうふうに思う方もいるかもしれませんけど、まあ、ちょっとですね付き合って聞いていただければというふうに思います。このように書いてあります、13章、私はまた一頭の獣が海の中から登ってくるのを見た。これには10本の角と7つの頭があった。獣という言葉が出てきます。獣というのは象徴的に政治と宗教的な力が合体したもののことを言います。獣、政治力と宗教力というものが合体したものが海という言葉、これは多くの人がいる場所のことであります。人口が密集しているところからそういったものが登ってくる、出現するということがここで表されています。そして10本の角と7つの頭という、この表現は聖書の中にたくさん出てきます。ダニエル書にもここにも出てきますけども、これは当時であればこの支配しているローマ帝国、今で言えばローマの教会を指すことを象徴的に覚えておいていただければなというふうに思います。そしてそれらの角には銃の王冠があり、頭には神を冒涜するさまざまの名が記されていた。さて、神を冒涜するってどういうことでしょうかね。いくつか代表的な神への冒涜があります。まず第一は、私は神であるということ。私は神であるって言ったら本来の神様に対する冒涜でありますよね。私が神だから、この聖書の神様の言ってることなんか信じなくていいよ。これ冒涜ですよね。もう一つ、冒涜ナンバー2、あなたの罪は許されました。藤田先生、罪犯してるでしょ、きっと過去において。私が許します、あなたはもう大丈夫です、クリーンです。これ私はできないです。そうですよね、私はできないです。それをしたら神でもないのに人の罪を許せるのか。でも同じようなことをしている人が、存在がこの世界にはたくさんいるわけなんですよ。あなたの罪は許された、献金しなさい、罪は許された、ね、もうあれをしなさい、これをしなさい、許された、許された、これ神に対する冒涜。分かりやすい神への冒涜ナンバー2かなというふうに思います。冒涜ナンバー3、神の書いた内容を勝手に変える冒涜ナンバー3ですね。特に実会の内容を変える、分かりやすい冒涜ですよね。神様は指かどうか知りませんけども、火の筆で石の板に実戒を刻み込んだんです。石の板に、そこら辺石碑がありますよね。間違ってます、誤字脱字ありますか、石碑に。
あ、ここ間違ってる。時々人間でやったものですから石碑というのは誤字脱字がありますが、石碑にする前に何人もの人がチェックするわけですよ。私以前学校の校長やってたんですけども、卒業生の名前が時々誤字脱字入っている時があるんですね。これプリント屋さんに頼む時なので、絶対に会っちゃいけないので、何回も何回も先生方で間違ってない、この字は合ってる、求人になってない、いろんなことを確認して絶対間違いがないように卒業式の卒業生の名前を確認するわけです。たった人間の卒業式でぐらい、そのぐらい一生懸命私たちは確認するんですよ。名前に間違えたら失礼だと。神様が書いたものをいじったら失礼に決まってるじゃないですか。冒涜ですよね。冒涜ナンバー3。他にもいろいろありますけども、このものは神を冒涜するって書いてあるんですね。はい、3節に飛んで、この獣の頭の一つが傷つけられて死んだと思われたが、この致命的な傷、傷は治ってしまったというふうに書かれてあるんですね。そこで世界は驚いてこの獣に服従したというふうに書いて、この地球の歴史を見て、特にこの政治力と宗教的な力が大いな猛威を振るった長い期間というのは中世の暗黒時代です。1260年間の間、人々は聖書を奪い取られて、異端だとかいろんなふうに言われて、この教会の指示通りに動かないものは魔女狩りされたりとかして、この地上の歴史の中で一番多くの人が血を流したこの時代であります。しかしその時代というのは、ナポレオンの革命によってこのものは捕らえられて、政治と宗教の力を持った捕らえられて投獄されて、もあたかも消え失せてしまったかのように世界は思ったわけです。もうなくなったと。最初にこの包丁というものはナポレオンによってもう嫌ってましたので、なくそうということと。しかしどうでしょうか、今の状況を見てみてください。いろんなところで、政治的な場面においても、パンデミックのいろんな解決策においても、地球の温暖化のまたは、環境問題のいろんなところで顔を出してきて、ウクライナとロシアの戦争の間の仲介役であったり、いろんなところで顔を出してきて、世界の人たちは多くのものがその力を今認める、そういうタイミングになってきております。4節、竜はサタンのことですね。竜が自分の権威をこの獣、政治宗教の複合体ですよ、に与えたので、人々は竜を拝んだ。拝んだ、つまり礼拝した。人々はまたこの獣も拝んで、こういった、誰がこの獣と肩を並べることができようか。サタンの悪い計画を代行するこの法政を中心とした終末の勢力が、その象徴である、これから出てくるであろう強制的な間違った礼拝を推し進めて、それを受け入れるということ、つまりそれはサタンを礼拝するというふうにも理解することができるわけです。さて、この話間違えて捉えるとですね、批判的に聞こえるので話しづらい内容なんです。なので私はこんな話をせずに、イエス様は愛ですよと、あなたの罪は許されました、日々の生活の中で良い行いをしていきましょうと、そういう話をするのはとっても楽なんです。そうしていけば皆さん、と思って気持ちよく年末を迎えてですね、来年を迎えられるかもしれません。こんな年末にこんな話を聞かされるのも申し訳ないと思いつつもですね、語りなさいってイエスさんは言っているので語らなきゃいけないかなというふうに思って、ただそういった意味で何が言いたいかというと、これは個人批判じゃないです。間違えちゃいけないです。個人批判ではないです。体制、組織の在り方というものですね。仏教徒でも素敵な人がいます。素晴らしい人がいます。カトリック信者でも素敵な人がいます。素晴らしい人がいます。アドベンチスト信者でも素敵な人、素晴らしい人がいます。反対もありきです。どうしようもない人がどの組織にもたくさんいま す, です、ね、個人の在り方を言ってるんじゃないです。その教えであり、そしてその理念であり、それがどうであるかということを私はここで話しているんです。そのことを私たちはしっかりと知る必要があるわけであります。さて、次ですね、8節、地上に住むもので、天地創造の時からほふられた子羊、イエスキリストですね、の命の書にその名が記されてない者たちは皆この
獣を拝むであろうって書いてあるわけですね。いや私を巻き込まないで、私はどちらでもないから、私宗教関係ないですから、ね、今もう宗教やばいじゃないですか、なんかその統一教会とかいろんなことで、そもそも宗教に絡んでる人はおかしいかわいそうな方々だから、私は巻き込まないで、私は中立無宗教ですというふうには言えなくなるということなんです。終わりの時代においては、あなたの選びによって何が正しいかを見極めて、どちらかを選ばなきゃいけないということです。あちら側かこちら側かのどちらがどちらかなんですね。どちらでもないということはありえないということですよね。そしてイエス・キリストに対する正しい信仰、特に第三天使、今日学ぶところで三天使のメッセージを書くに、そのことを理解してないほとんどの人がそうじゃない側に自然とついてしまう、流れていってしまうということですよね。気をつけなきゃいけないよ。それの試金石となるのが礼拝日です。私たちが生かされている人生において何を選んで、何を第一にして、何を礼拝するかというところ、これが私たちに与えられた大切なポイントです。聖書掟の第4条には第7日安息日、もうそれしか書いてないんです。神様は天地を創造した、私がそう言うんだから、あなたを作った私がそう言うんだから、あなたはそうしなさい、私たちは被造物として作られたものとして、分かりました、はいそうしますっていう以外に何もないです。それ以外の理由は全部人間的な理由ですよね。残念ながらそれ以外の正当な理由は何もないです。この日じゃない日でもいいっていう理由は何もないわけなんですね。で探してみてください、試しに聖書で一箇所もないですから、そういうところは。反対に第7日の聖日を、第7日の聖日を、第7日の聖日をとイエス様は、神様はたくさん言ってるわけです。でそれを汚す者はいろんな良くないことが起こるからやめなさいよ、でも守る者は子供の代も孫の代までも祝福するよっていうふうに神様は言ってるわけなんですね。聖書の神様の裁きの部分を見て、神様は厳しい方だというふうに勘違いしないでください。神様はそこだけに焦点を当てて読むと、神様は厳しくて怖い方だというふうに理解してしまうかも、誤解してしまうかもしれませんけども、そうじゃない、そう私のに忠実であればこんな祝福があるよと、その祝福の方に私たちは焦点を当てて見る必要があります。その祝福は私たちが理解できない、理解を超えた祝福が与えられるんだということ、そこに目を向ける必要がありますよね。話は戻しますけども、11節、私はまたもう一匹の獣が地中から登ってくるのを見た。この獣は子羊の角に似た2本の角があって、竜のように物を言っていた。さてまた違った第一の、さっきの第一の獣ですね。たくさん人がいる旧ヨーロッパ、人口が密集している混み合った地域から出てくるのが第一の獣でありました。これがローマの教会に対して、もう一頭が地中という表現がありますけれども、これは広大な領土という意味合いであります。広大な領土から出てきた、登ってきた、植物がムクムク芽を出すような表現の言葉を使っておりますが、出てきたということですね。この定義に当てはまる国ってどこなんでしょうかっていうところなんですね。この法制が壊滅的なダメージを受けた時とちょうど同じ頃ですよ。1798年ですね。本当にわずかな人しか住んでなかった広大な領土が徐々に勢力をつけ始め、産声を上げた国家として、とても若い国家です。今でもこれがプロテスタント大国アメリカというふうに考えられるわけであります。ここにはヨーロッパの古い混み合った世界から逃れて、信教の自由ですよ、いろいろあれやこれや言われずに、聖書の神様を聖書の言う通りに自由に礼拝したいという信教の自由を求めたピューリタンたちですね、聖教徒たちが、あのメイフラー号に乗って、このアメリカのボストンのですね、海岸に、マサチューセッツの海岸にたどり着いたわけですね。最初はとてもつらかったです。彼ら別にアウトドアサバイバリストじゃないですので、普通にヨーロッパで街の生活をしてた方々がですよ、いきなりアメリカの大自然にボーンと来てです、
何もよく分かんないのに生活し始めたんですよ。最初の冬はたくさんの人が亡くなったりとか餓死寸前になったりしてとっても辛い思いです。でも次の年祝福されて、ね、神様に祝福を得てたくさんの収穫があって七面鳥であったりいろんな、ね、パンプキンであったりそういったものがあってそれで感謝祭なわけですよね。そしてそれを彼ら聖教徒たちはインディアンと共に祝ったんですよね。インディアンも彼らのことを助けて彼らもインディアンに対して良い行いをして良い証となった、そういったとても一瞬ですけどもそういったいいタイミングがありました。ただ後からですねこのアメリカの大陸のことを嗅ぎつけたまたヨーロッパからのいろんな輩がですね来てですよね、騙したりとかいろんなせっかく勝ち取った信頼を使って裏切ったりなんだかんだしてこの国家っていうのは徐々に侵されていってしまったっていう悲しい現実もあります。どんどん西の方にですねインディアンたちは追われていて最終的には何回も裏切られた彼はですね彼らは 白人社会を信じることができなくなってアパッチとかモヒカンとかですね好戦的なインディアンが立ち上がってスペインとかアメリカ入り組んだですねいろんなイギリスとかそういったところからのに立ち向かうわけなんだけど最終的にはですねほとんど滅ぼされてしまう。約600万人のインディアンが殺されたという歴史があります。最初はですねピューリタンが来てそしてこの2本の角の象徴というのは信教の自由 と、もう一つがですねごめんなさい、アメリカの建国の精神にある信教の自由と人権、この2本の角がアメリカの国家の基盤のところであります。それを打ち上げた彼らがですよゆくゆくは竜のようにものを言うというふうに記されているわけであります。竜のようにものを言うというのはどういうことなんでしょうか。つまりもともとの第一の獣のように徐々に姿が変わっていくということ、戻っていってしまうということであります。羊といえばその穏やかで無害な様子ではありますけども、それとは対照的にこのプロテスタント大国アメリカが廃墟していくときにだんだん本来の大切なスピリットというものを失っていくときに徐々に古いあの大陸の教会と手をつないでいく、今まさにそういうタイミングが私は政治経済の流れを見ていると来ているというふうに理解せざるを得ない、否定できないですね。そう信じた方がそう理解した方が分かりやすいわけです。信教の自由、言論の自由、人権、良心の自由が踏みにじられる今の現代のアメリカがまさしくその通りであります。アメリカって自由の国のはずですよね、本来はね。私も以前住んでいました、長年自由の国でした。何を言ってもよかったです、何を信じてもよかったです。最近アメリカ行ったことありますか。すごい変わりましたよ。もう一見社会主義国家のようです。体制に歯向かう意見は全部削除されます。全部言論の自由なんか存在しません、ね、全部アカウント削除されます、ね、何に対しても体制が言うことに対してそれに対する反発的な意見というのは全く消されてしまう、そういう社会、日本もそれに近づきつつあります。自由に考えるということ、自由に自分が正しいんだと思うことを発言することができづらい社会に今なりつつあるということであります。そして今の大統領、アメリカで2人目のカトリック信者の大統領ですね。第1人目はケネディ、2人目はバイデンですね。ケネディは暗殺されました。いろんな事情があったんでしょう。そのことを話すと3時間ぐらいになりますから話しません。バイデンさんは殺されないで未だにやっております。彼はイエズス会士であります。イエズス会士って分かりますでしょうか。ザビエルさんもイエズス会士でしたね。イエズス会士というのはカトリックの組織のバチカンの組織の中で一番過激な、結社です。彼らは。法王市条件を回復するためには手段を選ばないというのが彼らの誓いの中にある、そういった彼らの誓いを言っている方が今アメリカの大統領ということであります。何よりもその肩書きが彼らにとっては優先されるべきことなんです。そういう組織なんですね。その組織に属している方がアメリカの大統領ということを聞いたときに何も警報が鳴らないんであればちょいとこれは私たちですね勉強不足ってことになりますので、ね、今そういうタイミングであります。宗教改革から2015年で丸500年経ちました。そして
アメリカはこの大西洋という深い淵を越えて本来の自分たちがプロテストして違うんだと言って出てきたはずの本来の着物と手をつなぎ始めている、または手をつないでいるというのが今のタイミングであります。世界最強の宗教的権力と世界最強の軍事的な力を持ったこの2つのものがタッグを組んだ時にどういうことが起こるんでしょうか。聖書の予言がそのまま成就しているということであります。12節、この獣は先の獣が持っていたすべての権力をその獣の前で振るい、地とそこに住む人々に致命的な傷が治ったあの先の獣、ローマの法王制のことですね、を拝ませた。拝ませた、いつ拝ませたんですか。聖書の第4条の安息日に拝ませるんですか。そんなことしませんよ。違った自分たちで変えた日に拝ませるわけです。もう私たちが慣れ親しんでる日曜日、私たち日曜日休んでますよね。他の日は考えられないです。あんまり火曜日にするかな、水曜日にするかな、あんまり考えられないです。もう私たち土日休みにならされてますので、どうじゃないよと、日だよと。よくこういう話をしますと基本的な質問を受けます。第何日が土曜日って何で分かるんですか。もしかしたらずれてるかもしれません。これは天文学的にもその質問はする必要ないんです。これはもう天文学者が認めている。もうずっと変わんないんです。あの太陽暦が入る前は私たちは曜日を使ってませんでした。第1の日、第2の日、第3の日って言ってたんです。だから今日は土曜日でって言い方しながら今日は第7の日ねって言ってたんですね。なのでこのサイクルはずっと変わらないんです。世界中に住んでいる人が全員一気に勘違いして一日ずれるってことありえますか。ないですよね。どう考えてもないですよね。ずっと変わらないんです。でそこに、あ、第一の日は太陽の日にしようね、日名前をつけたんです。ニックネームを勝手にあだ名をつけたんです、土曜日は第7日の日は土星の土にしようねっていうふうに後から勝手に名前をつけただけなので、土曜日が7日目、第7日が土曜日なの、本当にそうなのというこの議論はそもそもおかしいですので、そこのところは気にしないでクリアにしていただければというふうに思います。はいはい、そうですね。で12節のところをごめんなさいねはい、でこの母なる教会はですね、このローマの教会は、第7日から第1日の日に礼拝日を変えました。これをこの彼らはね、この定義に当てはまる獣の刻印というのを私はずっと言ってきてるわけです。象徴的なものだというふうにずっと言ってきてるわけですし、今でもその解釈は変わりませんし、私たちが解釈するというのも聖書に照らし合わせたらそれが正しいんだということが理解できるわけであります。そして聖書に基づいたこの第7の安息日礼拝が反キリスト法により、制定されるということです。反キリストという言葉の意味はキリストに代わるものという意味であります。サタンの究極的な目的は私たち人間にですよ、間違った礼拝をさせることであります。間違ったもの、神ではないものを礼拝させることであります。一人でも多くのものにそれをさせるということ、自分の滅びはもう確認できてますので、サタンは。で神様に直接手も出せません、サタンは。なので神様が愛してやまない私たちを傷つける、中学生みたいですよね。中学生いたらごめんなさい、友達、憎たらしい友達の自転車のタイヤの空気を抜くとかですね、昔よくあったですね、下駄箱の上履きの中に画鋲を入れるとかですね、直接傷つけられないから間接的にやるっていう方法であります。それの大きなバージョンです。私たちはそれで人間の世界においていろんな嫌なこと、苦しいこと、戦争があったりも何かもすんのはこれ全部神様由来じゃないんです。サタンがいろんな問題を起こすとして、私たちが心の中で神がいるのになんでこんなことが起こるんだろうと思わせるのがサタンの目的であります。わかりますよね。そんなに難しい理屈じゃないんです。はい、話を進めていかないとですね、大体いつもこの話タイムオーバーしてしまいますので、はい、15節、第二の獣は獣の像に息を吹き込み、つまりプロテスタント大国アメリカは強大な力を持ってこの決まり、制定に
聖手を稼働させるということですよね。稼働するということ。そして獣の像が物を言うことさえできるようにし、物を言うっていうのは大体聖書の中でその表現が出てくるときは神の掟に対して物を言うということであります。物を言う。そして獣の像を拝もうとしない者があれば皆殺しにした。これまだ起こってませんね。近々起こるというふうに聖書では記されております。宗教的な法が制定され政治権力により強制される時が間もなくやってくるという、そういったタイミングに私たちが生かされているんだということを皆さんはどう感じますか。全部これおとぎ話、作り話というふうに理解することもできます。そんなにこの現代社会ね、科学が進展した秩序ある社会でそんなとんでもないことが起こるかというふうに理解することもできます。そっちの方が気楽ですよ。私もそう思えればいいです。私のもともと脳天気な人間ですので、そのなんていうのかな、その楽しく過ごせればいいんですよ。本来はサーフィン大好きですから毎日サーフィンしとけばそれで幸せなんですよ。で世の終わりとかそんなことを気にせずにですよね、あの気楽に家族と幸せに過ごせればそれでいいというふうに思いたいんですけども、思わせてくれないんですよ。でも思わせてくれない、その先にはもっとすごいことがあるからなんですね。17節そこでこの刻印のあるものでなければ物を買うことも売ることもできないようになった。売ることも買うこともできない、要するにその体制に従わないもの、この制定されたものに従わないものは売り買いが制限される、そんな時代がいつ来るんだろうというふうに私は 2,30 年前にこのことを学んでいる時には思っておりましたが、今はもう現実ですよね。もういつでも稼働 OK です。皆さん何で買い物しますか。今もちろんまだ現金で買い物する人いますよ。でも PayPay とかね、クレジットカードとか皆さん使ってませんか。皆さんの情報は全部持ってますよね。あちら側が、あちら側誰か知りませんけども持ってますよね。アカウントすぐクローズできますよね。ヤフオクなんかでもやり取りしても皆さんの態度が悪いとすぐですね注意がつくわけですよね。この人怪しいからこの人とやり取りしない方がいいよって注意がつくわけです。じゃあ現金でやってたとしても皆さん現金はどれだけ持ってますか。中には1000万タンス貯金してるって人もいるかもしれません。それはしばらく持つかもしれませんけども、大体皆さん現金が銀行にあってそれで自分のお金が銀行にあると思って安心してますよね。銀行のアカウントなんて支店長のサイン一つでフリーズされるわけですから、凍結されるわけですから、そういう時代です。で皆さんは大体スマホ持ってますよね。皆さんの好みのもの、誰とやり取りしてるのか、何を買うのか、どういったことを発信してる、全部情報として彼らは見事に見れますよね。そういったものをもとにしてこの人は社会の危険な発想を持ってる存在だよというふうにラベルを貼られたら、この人に物を売り買いさせちゃいけないよというふうな話、いくつでもできますよね。全く現実的な話ですよね。おかしいなことでも何でもないです。今さらに経済詳しい方はですね、今世界はですねこの紙幣通貨をなくそうとしています。でもデジタルカレンシーって言葉は最近よく聞きますよね。デジタルカレンシーにシフトしようとしています。いくつか大きな出来事があったらあっけなくそっちにシフトすると思います。そうするとデジタルカレンシーってもうお金はもう仮想のもんなんです。現実は、ね、金の裏立てとかそんな関係ないです。そういう体制を作り上げている彼らがこういうことをコントロールしようともいいからってすぐできるわけですね。そういう時代に私たちは生きているということです。そして18節、長くなりましたけども前置きが13章の一番最後18節、ここに知恵が必要である。賢い人は獣の数字にどのような意味があるかを考えるがよい。数字は人間を指している。そして数字は666である。この666は何を象徴しているんでしょうか。さて私は今ある人のことを頭の中で思い描いております。誰か分かりますか。分かるわけないですよね。分かるわけないです。この方はメガネをしています。誰か分かりますか。分かる。もう早いですね。勘のいい方は分かるかもしれませんね。この方は横浜に住んでます。横浜の人口って何百万、200-300万いますよね。200-300万の中で眼鏡かけてる人たくさんいますからね。この方は牧師です。誰だろう。大竹さんかな。
メガネかけてますし、ね、横浜に住んでますから。いや違う、大体勘のいい人はこちらの方って思いますよね。藤田先生、私名前言ってないですよ、まあ、3ポイントしか言ってないのになんで分かるんですか、横浜の人口の中からって思いますよね。思いますよね。神様は私たちに大切なことを知らせるときに1ポイントでは伝えないんです。2ポイント3ポイント4ポイント4ポイントどころじゃなくて10ポイント15ポイント20ポイント全部のポイントが重なったときにもうこれしかいないんだという方法で神様は私たちに大切なことを教えるんです。この666の数字を掲げるものもそうであります。666という数字だけで当てはめてそれを理解しようと思ったらダメです。いろんな条件が整って決定だとしても666ということであります。666って何のことなんでしょうか。これを見て懐かしいと思う方もいるかもしれません。これはネット上で見てる人はちょっとちっちゃくて見えないかもしれませんね。バカリアスフェリーデイというですね、ラテン語であります。これはローマ法王の称号であります。神の代理人というラテン語であります。バカリアス、バイスプレジデントって英語ではね、バイス、変わるものはバイスという言い方をしますけども、それの語源ですよね。フェリーデイってね、神の代理人。神様って代理人必要ですか。いらないですよね、別に本来はね。代理者が必要ですが、神の祝福を分配する配給する担当の人が必要でしょうか。いらないですよ、そんなものは。いらないんですけども、自称神の代理人という方ですね。これが法王の称号であります。そしてそれをローマ字には価値がありますので、数字換算して足しますと666になるというとても古い昔からある古典的な、これは表であります。そんなのあるんだと思うんで、見たことないっていうんであれば、皆さん大曹洞という本をですね、各時代の大曹洞という本の中にもこの表がそのまま出てますので見てみてください。変えられた10回の表もありますけれども、見てみてくださいね。これら全部の条件が当てはまる方のことを私たちはちゃんとあなた方賢い知恵を持って見極めなさい。終わりの時代にそのことを知っていることはとても大切だから、物事をちゃんと識別するためには大切だからということです。知ってたら別に救われるって言ってないです。救われるのは忠実であるということです、ね、賢いから救われるわけでも、いい人だから救われるわけでもないんです。忠実だから救われるんですね。神様はそのような風な見分け方をするわけなんです。いい人だから、さっきも言ったように世の中いくらでもいるじゃないですか。私よりいい人なんていくらでもいますよ。でその人たちが救いに値するかしないか、そういうことです。本人たちが選び、どういう選びをするかというところであります。そういう流れの中でも、あと10分しかないんですけども、そのような流れの中で次に14章に来るのが3天使のメッセージなんですね。そういった大前提の中で物事はやっぱり流れの中で見なきゃいけない、文脈の中で見なきゃいけないです。聖書もそうです。文脈の中で見ないと、聖書ほどトンチンカンな書物はないです。14章ですね、三天使のメッセージ6節からです。14章の6節、さっき今日聖書朗読もしていただきました。私はまた別の天使が空高く飛ぶのを見た。幻の場面が実は黙示録の中で13章から14章で変わるんです。場面がガラッと変わります。天使が飛ぶのを見た、ね、飛ぶっていうのはとても急いでるってことであります。羽が生えてる、これは緊急性を帯びたメッセージであるということであります。しかも大声で言ってますので、とても緊急なメッセージであるということであります、ね、この福音ですよねは、アドベンチストとかユダヤ人とか言ってないですよ。全世界のものって書いてある、グローバルなんですよね。そしてこの天使は地上に住む人々、あらゆる国民、種族、言語の違う民、民族に告げ知らせるために永遠の福音を携えてきてってありますよね。世界規模であります。大声で言った、神を恐れ、その栄光を称えなさい。神の裁きの時が来たからである、ね、天と地、海と水の源を創造した方を礼拝しなさい、書いてあります。礼拝です。先ほどから出てきた礼拝しなさい、正しい日にきちんと礼拝しなさい。なぜ礼拝するんですか。私たちは被造物であり、神様は全知全能の生きる神である。そこには対等な関係はないです。もう圧倒的な格差があるんですよね。圧倒的な格差があるんだけども、すごいのはイエス様が同じ人間となって私たちのところまで降りてきてくださっているから、それが可能であるというところが、この福音のすごいところなんですね。2人目の天使、8節、
また別の第二の天使が続いてきてこう言った。倒れた大バビロンが倒れた怒りを招く淫らな行いの葡萄酒を諸国の民に飲ませたこの民がということです。バビロン、つまり神様から離れてしまって迷いゆく混乱した現代社会であります。バビロンというのは混乱という意味でもあります。バベルの塔が語源であります。バベルというのも同じ語源であります。古代バビロンも同じ意味合いを持っております。混乱であります。人から外れた時に人間は混乱しゆくしかないんです。一見秩序あるような今の社会においても私たちは混乱し続けているわけであります。カクカク進んでも悲惨なことは何も治らないじゃないですか。混乱し続けているわけであります。なので先ほども言いましたけども、この世の中が NHK のアナウンサーの言うことが 100% 正しいともしストレートに思うんであれば皆さん気をつけてください。彼らは悪気はないかもしれませんけども、この世の中の提示する教えというのは必ずフェイクが潜んでいるということです。でもフェイク潜んでいる、フェイクを潜ませている側、これ聖書の中のいつもの構図なんですけども、フェイク側は正しいものをフェイクというんです。意味わかりますか？ノアの洪水の時、洪水などを見たこともない当時の賢い人たちはノアが洪水が来るからあなた方も悔い改めて箱舟に入れっていう情報をフェイク扱いしました。お前何バカなこと言ってん、そんなこと起こるわけないだろ。何億人人がいたか知りませんよ。洪水の前入ったの8人ですから、それに気づいて8人ですよね。イエス様のことをフェイク扱いしましたよ。当時の方々は、学者たちは、こんな民衆を惑わす余計なことを言う人だと、こいつが一人死んだ方が国家が全部滅びるよりいいって言いましたよね。終わりの時代も一緒です。正しいものは大多数のはずがないんです。残念ながらこの世界の提示する一見秩序あった情報が素晴らしいなんていうふうにもし私たちが思い込んでるんであれば、これも勉強不足、もうちょっと勉強する必要がありますよね。SDGs 素晴らしい持続可能な社会を作る。持続可能という言葉がそもそも全く聖書的じゃないですね。環境を大切にするのはいいですよ。神様はあなた方は日々の生活をちょこちょこ抑えてですよ、お互いあんまり迷惑かけないで、2000年も3000年も4000年も持続可能な社会を作れなんて言ってませんから。産めよ増えよ地に満ちよって言ってますからね。途中でやめなさいって言ってませんから。80億に達成したらやめなさいとか言ってないです。神様は救われるべき魂が増えることは大歓迎ですよね。ストップなんてどこでも言ってませんので。だからこの発想も一見良さそうなんですけども、よくよく考えてみると聖書の終末的なこの考え方とはそぐわないわけであります。さて、そういったさまざまな間違えた考え方というものを飲ませる、葡萄酒というのは教え、それを飲ませる、人々にそれを洗脳して刷り込んでいくということですね。これがこの現代社会、乱れ切った現代社会が人々にすることであるから、気をつけなさい、ね、そこから離れなさいというふうに投げかけているこの天使であります。陰謀論、いやそれは陰謀論だよ、そんな陰謀論みたいなことを言う人はあんたおかしいよ、相手にしない方がいいよという言いくだりをよく言います。陰謀論じゃないです、陰謀です。サタンは陰謀の主ですので、サタンの支配するこの社会に陰謀がないわけないんです。もう論じゃないです、陰謀です。まさしく私が言うんじゃなくて聖書がそう言ってますからね。私じゃないですよ。欺瞞とかそういう言葉使ってますよね。欺瞞って言い換えれば陰謀のことです。間違った教えのことです。9節、三天使ですね。また別の第三の天使も続いてきて大声で言った。誰でも獣とその像を拝み、額や手にその刻印を受ける者があれば、その者自身も神の怒りの杯に混ぜ物なしに注がれた神の怒りの葡萄酒を飲むことになる。って書いてありますよね。誰でも獣とその像を拝み、この社会の提示する一見良さそうに見える解決策と、それの提示する間違った礼拝、そして額ということは、それを額っていうのは別にバーコードじゃないですよ。脳みそに、前頭葉にそれが大切だと思うことであります。そして手というのは技であります。
私たちは脳で考えて、そして行いに移します。私たちがそのように考えて、そのように行うとき、これは獣の刻印を額と手に受けるということであります。手というのは技のことであります。行いのことであります。滅ぼされるから気をつけなさいよ。11節、その苦しみの炎はよよ限りなく立ち上り、獣と憎悪が者たちは、また誰も獣の名の刻印を受ける者は昼も夜も安らぐことはない。ここを今日藤田先生もね、聖書書いて言ってくださいましたけども、永遠の責め苦じゃないです。死の値は、罪の値は死ですので、苦しみながらでも、半分バーベキューに会いながらでもですよ、それでもですね、生きてたら永遠の命じゃないですか。それは違うんですね。これは完全に燃え尽きるっていうことであります。燃え尽きる、消え失せるっていうことで、途中で消えないっていうことです。半焼けの状態で消えない、完全に消え失せる、そういった言語的な意味があります。ソドムとゴモラも同じく異様で滅ぼされましたけど、未だに煙上がってるわけじゃないですよね。そうですよね。そういうことです。私焚き火が好きで、昨日も夕方焚き火したんですけども、焚き火好きな人いますか？キャンプ行ったりとか、最近キャンプ流行ってますよね。焚き火が一つ醍醐味ですよね。焚き火する人のですね、一つのですね、目標はですね、次の朝起きた時に焚き火がきれいに全部灰になってるってことなんですよ。白く黒くなってたりとか、土地木がまだ燃えかすがあって煙が出てたりすると、これは焚き火人としてはですね、失格なんです。きれいに燃え尽きなきゃいけないんです。そうすると勝手な自己満足ですね。いや、きれいに燃えてくれたと、私もうまいな焚き火って思えるんですけども、同じようにきれいに罪の痕跡がきれいに燃え切るっていうことですね。永遠の責め苦じゃないです。そして私たち、12節、私たちへのメッセージです。そのような時代を私たちは今生き抜いているけども、ここで神の掟を守り、イエスに対する信仰を守り続ける聖なる者たちの忍耐が必要である。忍耐が必要である。残りの民は、私たちは誰が残りの民か分かりませんよ。私たちアドベンチスト教会の中にはその者が多くいることを願いますが、アドベンチスト教会に属しているイコール残りの民ではないですので、ね、アドベンチスト教会に属してたって別にそんなことどうでもいいやと思っている人の中にはいるかもしれませんのでね。実戒をすべて守っているということであります、ね。特に現代においては、さまざまな理由付けにより第10回の第4条が変更されてしまってますよね。そのこともしっかりとオリジナル通りに守っている。これの理由としては、もう旧約聖書は古い時代のことだから、今の新しい時代には当てはまらないだとか、イエス様が十字架にかかったから、もうその後の全部罪は許されたが、私たちは好き勝手やってもいい、十字架実戒には拘束力がないという勝手などうでもいいような理由付けであったりとか、全く聖書的ではないそういった理由付けが適用されていることがほとんどの場合です。イエス様は、私が世の終わりまで一点一角変わらない掟って言ってますので、イエス様はそう言ってますから、それ以外ないんですね。私たちはそこのところをストレートに理解するしかないかなというふうに思います。中にはイエス様が復活したのは日曜日だから、そっちの方が素晴らしいんじゃないか、復活の方が大切だよ、復活は素晴らしいかもしれませんけども、別に神様それ指定してませんので、別にいいんです。そのことは素晴らしいことかもしれませんけど、そこは私たちのこだわりポイントではないということでもあります。ローマの教会は開き直って、私たちの教会の権威によって変えた日なんだからっていうふうに言ってるわけですね。私たちは安息日が違うと聖書理解の神学が根底から変わってきちゃうんです。そういうことなんです。そこら辺のところを、ね、私たちは理解する必要があると思うんです。何度も言いますけども、これは個人批判ではないです、ね、物事の考え方、理解の仕方を私たちはしっかりと取得必要があるのかなということが、とても今の時代私たちに求められている大切なことであるということです。そしてもちろんですよ、この通りに進んでいけば、私たちこういう考えのもとで発言していろんな人に物事を伝えていけば、おかしいもの扱いされますよ。当然のことながら、それはメジャーな考えじゃないですよね。おかしな考えじゃないですか。おかしいかおかしくないか、私には責任ないです。聖書がそう言ってるんですから。もしおかしいと思うんだったら、あなた勉強してみてください。私がおかしいということを証明してください。そこまでやる気がある人だったら、一生懸命聖書を読んで、あ、おかしくないと思うはずです。おかしくない。私ここにも何名かいますけれども、以前この産業教育のですね、系列の学校で教員をしていました。
うん、時々卒業生から電話がかかってきて、私今キリスト教系の他の大学に来てるんだけども、キリスト教系列のですね学校に来てる、そこで聖書研究の話、聖書研究会で話をしてて、あなたはアドベンチストね、菜食主義の土曜日礼拝する人たちね、あそう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 、なんで土曜日なの、なんて答えたらいいんですか先生って来るんですね。なんて答えていいじゃないよ、聖書がそう言ってるからそうだっていうふうに言ったらいいよと。反対にもし相手が仲いい人だったら、じゃあなんであんた日曜日なのって質問してみてごらん、答えられるんではその人は、まあ、その人の考えがあると思う、きっと答えられないと思うから、喧嘩売るつもりはないけども、でもそれ言ってみてごらん、私はいい悪いはさておき、神様はそうしろって言ってるからそうしてるだけです、終わり、それでいいですよ説明はね。私もあるまた別の時ですね、同盟校のですねキリスト教系のある学校に講師として呼ばれていって話した時に、そこの宗教主事の方とですね話して、あセブンス・アドベンチストさんですねって言われて、そうですよそうなんですよって、あの私たちね礼拝日は第7日の土曜日で土曜日なんですけどって話したら、あまだ土曜日礼拝してるんですかって言われたんですよ。まだってどういうことでしょうかって、でもそこであんまりそのやり取りする、その講演の前のちょっとした時間だったので、そんなにそこで議論するつもりはなかったので、あまだって捉えてるのかな、まだというよりも私たちは聖書にある第7日の聖日をその通りさせていただいておりますということで、その場所はですね終わったんですけども、サタンのそれこそ先ほど陰講の杯ですよね、間違った教えというものはもう大きく深く世界に浸透してしまってるんだということをすごく感じさせられた次第であります。復習します。第一メッセージ、耳にタコができているかもしれませんけども、第一天使のメッセージは何をいつどのようなタイミングで礼拝するかであります。天地創造の神を第7日の聖日に礼拝するということを何よりも私たちは優先しなければならないということを、この地上の生活において、第二天使はこの地上の間違った教え、混乱しきっているこの間違った教えというものはに気をつけなさい、気をつけなさい、一見正しそうに見えるもの、これが正しいわけではないんだということ、気をつけなさい。今私たちが一生懸命作り上げてみんなで一つになって持続可能な地球を作ろうとしているこの無駄な努力というのは、あのバベルの塔をもう二度と滅ぼされないように、私たちは自分の科学の推移で作り上げてこのバベルの塔を追った、それと同じです。目に見えないバベルの塔を私たちは神様抜きで作り上げようとしている、そういうふうに理解していただければいいと思います。そして第三天使のメッセージは、神の裁きが残念ながら誰にも来るから、厳粛なこれはメッセージであります。あなた方最後まで耐え忍びなさい、実戒をしっかりと心に抱きつつ最後まで耐え忍びなさい。はい、時間が過ぎてまいりましたので、最後に一つのことを紹介して皆さん終わりたいと思います。 COP27 ってこの間ありましたね、皆さん覚えてますか。COP27、 何のミーティングか分かりますか。世界のリーダーたち、宗教のリーダーたちも集まってですよ、今回は。なんで COP27 に宗教のリーダーと思うんですけども、もちろんそうそうたるメンバー、バイデンも参加しました、いろんな人も参加しました、ね、ローマ教会の偉い司教たちも参加しました、フランシスは具合が悪くて出なかったのかな、いろんな人が参加してですよ、何をしてるかというと、地球の人類が排出する CO2 を何とかしないとこの地球環境はもう持たないからという会議ですよ、何とかしようという。そしてそこで以前はしばらく前グレタさんって言いましたけども、あの科学者でも何でもないその若い子たちがですね集まって、一生懸命、彼ら私に言わせれば犠牲者なんですけども、そのパペットとして使われてですよね、奥田のあちゃ分かってない、私たちの未来を壊してみたいなことを言わせてですね、何とかこの法案を通していこうという、いろんなことを考えてますよ。私たちの排出する CO2 に税金をかけようと考えてますので、はい、あなたはね今週も車で100キロ以上移動したでしょ、これ以上できませんとか ね、あなた生きてるだけですいません、あなたは排出してますから CO2 を、だからもうちょっと慎んで生きてくださいよとか、あんまり大きな声で息しちゃいけませんよとか、ね、なんかそういうですね、いろんなこう私たちの罪悪感にですね、いろんなものを訴えるような法案を今ガンガン作ってるわけですね。ぶっちゃけのこれは統計なんですけども、調べてみてください。全人類が排出する CO2 は全体の 3%、 その他のものが排出するものに対して 3% ですよ。
私たちがどんなに活動してもですよ。もう一つ、 CO2 を酸素に変えるのは植物ですよね。 CO2 がなくなったら酸素はできないですよね。たくさん CO2 があると溢れる酸素、いや、じゃあ植物がなくなってるから、それはだからあのアマゾンの奥地とかの森林伐採良くないと。地上の陸地の植物の排出する作る酸素というものの量はそんなに大きな量です。今パーセンテージ持ってますけど、一番酸素を作るのはどこだと思いますか？海です。海底の中にある海藻であったり、いろんな緑の、夏だって緑になりますよね、池が。ああいったものが酸素の大多数の部分を排出。そんなこと言わないですよね、全然。 3% しか発しないものに対して私たちに恐ろしい罪悪感を押し付けて、そして言う通りに行動しろというような流れが今世の中に出て、こんなこといろんな、なんていうのか、メインのところで言ったらおかしいと思われるんですけども、藤田先生が大丈夫だ話してもって言うからですね、藤田先生のせいですので、なんか変なこと言ってると思ったら後で藤田先生を責めてくださいね。はい、そのコップで決められた新しい10回というものがあります。10回、2個目必要なんですね。新しい10回です。環境に対する私たちに犯した罪の10回というんですね。それは今回のコップで発案されました。私たちの CO2 排出の罪のために私たちは悔い改めてこの10回を受け入れなきゃいけないという10回です。プラス1なので11回です。必要ですか私たち10回？もう1個、最初の10回に忠実だったらいいんですけどね。本来は第1条、上なる力を認め作り主のパートナーであることを自覚すること。上なる力、神とは言ってないですね。友愛による一致、人類、家族、地球のために一致して私たちは行動して、各宗教界のリーダーはこれを積極的に呼びかけなければならないという第一。第二条は気象変動、ボートクライメートなので、そのことに対してあなたは賛同しなければいけないですね。第三、 Do not murder、 殺してはならない。どういう意味で殺してはならないかというと、そのことを無視して利益追求で今ビジネスをしている人たちは殺人者であるって言うんですね。盗んではならない。気象変動が私たちの若い人たちの未来を盗んでいる。平気で CO2 を排出するあなた方は盗人である。Do not be false witness。 これは政治家はそういったものはないから気にしなくていいよという、そういうことを言う、あなたは偽証をしてはならないというところでありますね。第6、 Keep the Sabbath、 安息日を守りなさい、言ってますよね、ここにも出てきます。いつですか？いつだと思いますか？第7巻土曜日って言ってくれたら嬉しいですよね。そうじゃないですよね。これは法王の会直のですね、ラウダットシーという会直と直結しているところなんですね。もうそれをリファーしてますので、ここのところにおいては法王の会直、興味がある方は探せばいくらでもありますので読んでみてください。第7条、 You shall innovate。 これはあなたはどん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 いろんなものを開発しなさいって、新しいデジタルテクノロジーであったり、そういったことでいろんなグレートリセットなどをして、世界をもう一度リセットして、こういう環境を大切にするようなことをあなたはどんどんイノベーションを通じてやってきなさい。母を敬いではなくて、父母を敬いじゃなくて、母なる地球を敬いって書いてある。私たちの共通の家にこの CO2 を発し続けるということは放火をするようなものであるから、あなたは母なる地球を敬いなさい。地球は大切ですけど、別に母なる地球という表現はありますけど、地球に意識があるわけじゃないですよね。地球だって神様が作ったものですので、それを擬人化してしまっているということですね。偶像化してしまっていること、自然崇拝ですよね。あなたは、貪欲になってはならない、ありますよね。私たちは今十分にあるから、あなたに与えられた限りあるもので満足して、そして生活します。あなたは何も所有しないけども、それで幸せなんですよという考え方であります。もう今十分だから、引き続きあなたは偽証というよりもフォース、
ですね、化石燃料を続けることを続けてはいけない、ね、間違ったそういった考え方を持ってきなさい。そして最後に絶対に諦めてはいけない、人類のために私たちは宗教者たちも政治家たちもそして経済の者たちも全部これに乗らなければならないというふうにこの COP27 では決議された。他にも細かいことありますけどね。そして面白いことにですね、 COP27 がやってるシナイ半島の麓の町でやったんですよ。シナイ山の麓でやったんですね。これ象徴的にエミアは彼らは組み込もうとしています。どういうことかというと、道徳的な責任であるということを言いたいわけであります。シナイ山で私たちはオリジナルの何にも変わらない大切な10回を受けました。これは道徳的な責任がそこにはあります、ね、10個の分かりやすい道徳的責任であります。神との関係、人との関係における道徳的な私たちに対する責任に対して、シナイ山でこのことをや世界組織がやったということは、それに対する対抗的な意味合いがここで含まれているわけであります。そういう時代に私たちは今生きているということなんですね。日々の私たちの思い煩い、悩み事はあります。足元を見ていればいろんなことがあって、そして心がそれでいっぱいになってしまいます。しかし私たちはそれだけではなくて、この聖書の予言というのはグローバルな規模ですので、そういった観点で世界を見つつ、自分の日々の生活も両方とも確認しながら生きていく必要があります。そして私たちは希望を失わずに、だったらもうどうでもいいやではなく、私たちにできることがあるはずだという自負心をもとに、私たちのできる伝道があるはずなんですね。ミッションがあるんですよ。私たちは使命を帯びているわけなんです。私たちの人生は使命を帯びています。私たちは見張り番です。この終わりの時代における見張り番が居眠ってたらどうですか。見張り人が居眠りしてたら問題ですよね。もしくは見張り番が敵が近づいてるのに、敵が近づいてるよって言わなかったら、お前敵の味方かって話になりますよね。私たちはそういった役割が与えられてるんだということ、皆さんが好もうと好まざるとそういった役割が与えられてるんだ。もしこの教会にですね、まだ自分はクリチャンじゃないけどって求道中で来られて、この話をいきなり聞いた方は何のことかと思ってびっくりするかもしれませんけども、聖書を勉強してきますと、この世の中で起きていることは全て完璧に説明されます。全て疑問点は一つも残りません。もしわからないのであれば、ぜひそれを学び続けることをお勧めいたします。藤田先生してくれますのでね、はい、あとはお任せしたいというふうに思います。そんなことで予定通り15分過ぎちゃいましたので、ここで終わりにしたいというふうに思います。はい、ありがとうございました。それではですね、賛美歌、希望の賛美歌237番を持って主を賛美いたしましょう。
在天の神様、私たちに聖書の教えを与えてくださり、この暗闇の世の中においても足元を光る照らす光をが与えられますことを感謝いたします。そこから外れてしまいましたら、私たちは瞬く間に迷子になってしまいます。自分の足元を照らし、またできれば愛する家族、仲間、それぞれのものにその光を分かつことができますように、か弱いまた小さな器でありますけども、私どもをお持ちください。愛するイエス様、皆を通してお祈りいたします。アーメン。